花子さん、どいてください。腹痛え。どこも満室やん。急いでんのに。3番目しか空いてないやん。3番目のトイレには花子さんがおるって噂があるしな。あ、せや。花子さんにどいてもらおう。どいてもらって、トイレ貸してもらおう。よし。花子さん、どいてください。はーい、なんで、どかなかんの、なんでどっかによるよ、ぬるー、ぬるー、ぬるー。花子さん、どいてください。はーい、なんで、どかなかんの、なんでどっかによるよって今言ってたやろ。花子さん、どいてください。やからなんで、どかなかんのってずっと言ってるやろ。なんでどっかによるよってずっと言ってるやろ。花子さん、どいてください。お前、人の話を聞けよ。ちなみにな、うちの声は聞こえてる。めっちゃ聞こえてる。オッケー、ほんじゃもう一回言うわ。なんで、どかなかんの。花子さん。お前、ほんまにええ加減にせえよ。なんでどかなかんかわからんし。何を言うても。花子さん。やば、私喋ってる。ちょっとこっち来て、もうちょいこっち来て、もうちょいこっち来て、もうちょい。きた、きた、きた。花子さん、どいてください。オッケー、ほんじゃ一旦出るわ。え、なんで抑えるん？と抑えるん？出ようとしたのになんで抑えるん？お前がずっと花子さんどいてくださいってずっと言ってるから、うち一旦出ようとしたのになんで抑えるん？お前さっきから誰と話してんの？真っ赤な全身タイツを着たキューピーがめっちゃ迫ってくるやつ。それたらこ、たらこ、うちの名前は花子。うわ、ほんで本来の目的なんやね。結局何が目的なの？あ、そうやった。お腹痛くて、で、どこもトイレ空いてなくて、花子さんのおる3番目しか空いてなくて、花子さんにどいてトイレ貸してもらおうと思っててんよ。今隣出たから空いたんちゃうん？あ、そっか、やっと入れる。あかん、和式や。花子さんのおるトイレは洋式か？うん、洋式や。オッケー、ほんじゃ花子さん、どいてください。いいや、さっきどこうとしたのになんで抑えたん？ちなみにな、なんで和式が嫌なんよ？花子さん、どいてください。やから人の話を聞けよ。うちが生きてた頃は和式が主流やったのに、今では洋式に。花子さん。いや、まあ私喋ってる。オッケー、ほんじゃこっち来て、もうちょいこっち来て、もうちょいこっち来て、もうちょい。いったいっためっちゃ痛い、マジで。痛っ、マジで痛いねんけど。花子さん、どいてください。和式が嫌な理由説明せ。しゃがむのがしんどいねん。ほな別のトイレを使え。あ、そっか、でも時間、やっぱ授業遅刻する。やっぱり花子さん、どいてください。どっちみち授業の遅刻は変わらんし、別のトイレ使えや。そうする。そりゃ一番目で誰がずっと聞いてる。てか、男子部屋やのになんで花子さんおるん？映画の会えるけ。はい。